これはいらないわね。あ、でもこっちは取っておこうかしら。何してるんですか？あら、朝日ちゃん、いらないものを整理していたのよ。いらないって、それ誰かからの手紙ですよね？ええー、そうよ。まあ全部ラブレターだけど。ラブレター？何照れてんのよ。さっきだって書いたことぐらいあるでしょ。ああ、それならあったな。ないわよ。お前の日記、みんなへのラブレターみたいだったぜ。え？もう姉ちゃん、あんまり純粋な乙女をからかったらダメよ。だけど本当に捨てちまうのか？これだってベストセラー作家からだろ。なんだと？あら、興味あるのかしら。お前語学力低いからな。物語を綴りたきゃ弟子入りでもしてこいよ。ふん、俺は俺の道を行く。おーい、今度はヤマトが拗ねたぞ。え、あけみさん、これってあのプロデューサーさんからですか？ずいぶん懐かしいわね。もう何年も前よ、お世話になってたのは。知りませんでした。あけみさん、元アイドルだったんですね。あけみさんこそ紛らわしい言い方で子供をからかうなって。あんたたち何楽しそうにしてんのよ。なんだ、混ざりたいのか？はあ、誰があんたたちなんかと。もういいわ、一生おしゃべりしてればいいのよ。だから急ぎなさい、外で待ってるわ。だからどっちなんだよ。みんな楽しそうだね。瑞希ちゃんの瞳にはそういう風に映っているのね。え、違うんですか？さあ、どうかしら。そんな、僕にだけそう見えてたなんて。ごめん、朝日。僕、みんなのこと分かってなかったみたいだよ。瑞希。あけみさん、瑞希は真面目なんだから気をつけてください。ごめんなさい、ついいじりたくなっちゃったのよ。みんな可愛いね。そういうレイちゃんこそ昔は可愛かったのよ。おい、俺の話はやめろ。あれはいつだったかしら、飲みすぎて泣き出しちゃったことも。レイジのやつ逃げやがった。みんなを追いかけなくていいの。朝日ちゃん、置いてかれるかもしれないわよ。大丈夫ですって、みんなのことですから。いや、あいつらなら置いてくな。俺行ってきます。それじゃ私も少し休もうかしら。オイラ忘れられてるっち。なんだ？おい、そこをどけ！もう、乱暴だな。誰か、ひったくりよ！
たくり？アサヒ、行ってみよう。大丈夫か？私の財布が。もしかしてさっきの男の人が。間違いないな。アサヒ、追いかけよう。ああ、俺たちで捕まえよう。パソコンを強化しろっち。オイラを守り抜くためっち。アパレルショップっち、オイラ用も売ってるっち。アサヒ、あの人に聞いてみようよ。あの、すみません。はい、どうしました？人を探しているんですけど。ああ、それだったらさっき見たよ。すごい剣幕で走っていったよ。どっちの方に向かいました？向こうだから、きっと UBX の方かな。UBX ですね。わかりました。ご協力いただきありがとうございます。アサヒ、UBX の方みたいだよ。行ってみよう。あ、もう。どうしたの？なんでもない。ここにいるんだ。僕、ちょっと聞いてくるね。ああ、瑞希？あの、突然すみません。少しだけお時間よろしいでしょうか？はい、どうしました？実は、さっきひったくりがありまして。瑞希のやつ。なるほど、そうですか。ええ、多分そうだと思うわ。それだけわかれば十分です。お聞かせいただきありがとうございました。アサヒ、わかったよ。どうも郵便局が怪しいみたい。アサヒ。ああ、ごめん。すぐそこの郵便局だよな。うん、急ごう。あの人。さっきのあいつだ。よし、取り押さえよう。あ、待って。どうして？僕たちに気づかれたら逃げられちゃうかもしれないからね。それにあのまままっすぐ歩けばいずれは。ハサミ打ちってわけだな。ちょっと違うけど、それでもいいよ。え？ほら、動き出したよ。僕は左から行く。朝日は右側にいて。おう。あの、ひったくり犯ですよね。もう一度尋ねます。あなた、ひったくり犯ですよね？違えよ。違くないですよ。だってさっきひったくりしましたよね。だから何もしてるって。ひったくりをしてないなら逃げたりなんてしませんよね。何を騒いでいる。ここは交番の前だぞ。それにひったくりだなんて。あ、警察の方ですね。この人、ひったくりをしたんです。あ、なるほど。きっと交番に届いていると思います。ありがとうございます。はあ、これで一件落着だね。だけどびっくりしたよ。わざと交番の前で騒いで警察に気づかせようとするなんてさ。
だって目の前に交番があるんだよ。協力してもらうのが最善だと思ってさ。やっぱり頭いいんだな。え？そうかな。それだけじゃない。聞き込みだって慣れた感じだったろ。それはそうかも。よく団長たちと聞き込みしてたからね。ま、それも全部朝日に負けないためだったけどさ。さっきの俺全く活躍できなかった。ポカーンって見てるだけだったし。どうも俺の負けです。もう何それ。水木もいろいろと経験したんだな。うん、そうだね。自警団に入ってからたくさんの困っている人たちを助けてきた。それが団長の方針だったんだ。だからきっとサキちゃんのことも。団長ってただのお笑い担当じゃなかったんだな。まあ少し天然だったけどね。だけどさ、そんなに助けてたのか。そんなにって。いやだってほら、世界が繰り返しているのなら事件も繰り返すだろ。うん、毎日何度も繰り返し助けてきたよ。それがどうかしたの。おう、なんでもない。それじゃ今回の件は明美さんに報告しよう。そうすればもう安心だ。うん、そうだね。それじゃ僕たちは行こうか。いい仲間たちと出会えたんだな。パソコンショップっち、強化しておくっち。アパレルショップっち、お偉い用も売ってるっち。イベントを起こすっち。なんだお前。は？は、じゃねえよ。お前、今ガン飛ばしてたの。飛ばしてねえよ。変な因縁つけてくるんじゃねえ。行こうぜ、橘。あ、おい、ヤマト。お前ら、覚えとけよ。たく、なんなんだよ。お前、目つき悪いからな。ほっとけよ。いました、兄貴。ガン飛ばしてきたのこいつらです。あいつ、さっきのやつじゃないか。なんか仲間連れてきたみたいだけど。ふん。おい立花、人気のない場所に案内してくれ。どうするつもりだ。蹴りつけてやる。まったく、面倒ごとに巻き込まれるなんてね。お前なんか楽しそうじゃないか。気のせいだ。ほら、さっさと案内しろって。あんまり人前で暴れんなよ。ジャンク通りにでも移動するか。兄貴、逃げていきます。ここならどうだ。ダメだ、ここじゃ一般人を巻き込んじゃう。一般人ってノリノリだなお前。罪のない人間を巻き込むなんて、そんなこと俺にはできないね。こりゃ聞こえてないな。じゃあ移動するか。あいつらついてきてるみたいだしな。とりあえず裏通りでいいか。上書きに気をつけろっち。ヤマト、ここならどうだ。ダメだな、ここでもまだ被害は出るだろう。
お前本当に楽しそうだな。いいか、これは漫画じゃないんだぞ。一応言っておくけど、俺たち絡まれてるんだからな。分かってるよ。元はといえば、お前の目つきの悪さがいけないんだからな。いいから次の場所へ連れて行け。はいはい。じゃあ、UBX の端にでも行くか。セーブするっち？上書きに気をつけろっち。こことかどうだ？人も少ないし、十分な広さもある。ああ、ここなら問題なさそう。そして交番も近いしな。なんか言ったか？ああ、なんにも。やっと追い詰めたぜ。お前らか。俺の可愛い射程にガン飛ばしたのは。いや、お前らじゃなくて、飛ばしたのこいつ一人だから。立花だって事実だし。まあいい。おい、お前ら、俺に関わったこと後悔させて。なんだよその目は。お前もしかして筋もんか？なんだよそれ。こういうこともあろうかと仲間を呼んでおいたんだよ。おい、お待たせ。で、こいつが例のガキか。まとめてかかってこいよ。おいヤマト、遊びはここまでだ。逃げるぞ。何言ってんだよ。逃がさないわよ。ふわ、また増えやがった。ち、数では劣勢とな。さすがにこの人数はまずいんじゃ。やってみなきゃわかんねえだろ。お前ら殺されたいのか？その手に持ってるのは、あの、何でしょうか？見たらわかるだろう。バタフライナイフだ。いや、意味わかんねえって。ヤマト、いいから逃げるぞ。そう簡単に逃がすと思うか？くそ。ここは我が引き受けよう。お前は見ていたぞ。世界を綴りし少年。もしかして助けてくれんのか？早く行け。わかった、逃げるぞヤマト。だから俺は。いいから早く。とりあえず駅だ。人混みに逃げ込もう。では手合わせ願おうか。ん？いいぜ、相手になってやるよ。逃げれば大丈夫だろう。だけどごめんな、俺もちょっと油断しすぎた。ふん、ナイフなんかにビビったりしねえよ。つか、あいつ大丈夫なのか？ナイフ相手はいくらなんでも。と思ったけど大丈夫か。よくわからない武器持ってるし。それにあいつ、あの前髪でマガンでも隠してたりしてな。あんなに伸ばしてたら目が悪くなるだけだろう。あ、そういうことか。何がだ？いや、目の話だよ。ヤマト、あの看板の文字読めるか？いや。やっぱりお前目が悪いんだろう。で、その目つきになったと。ふん、深夜アニメの見過ぎか？仕方ねえだろ、弟たちが寝てんだ。電気つけるわけにはいかねえよ。アニメの方は否定しないんだな。今更だろ。ま、そりゃそうか。だけどやっぱり優しい兄貴なんだな。ほっとけって。今だって家で留守番してるんだろ？
ああそうだ。両親はいないの？いやいるよ。だけど仕事が忙しいみたいでさ、帰ってくるのは深夜を過ぎてから。だから弟たちの世話は俺の役目だったんだ。アニメだって一度は卒業したはずなんだけどな。卒業したはず？昼間は学校、たまに部活、帰ってきたら晩飯作って弟と妹の相手をする。気がつけばいつも深夜だった。そんな時だよ、もう一度アニメにハマったのは。何気なしにつけたテレビで少年少女たちが世界を救ってたんだ。ま、粗末な作品だったけどさ、俺にしたら久しぶりの再会だったよ。再会？そう、あの日の俺に。アニメや漫画に夢中だった頃の俺にだよ。そっからだよ、過去の名作とかレンタルしては見漁ったりしてさ。だけど今さら友達に言えねえだろ、アニメが好きだなんてさ。そうなのか？ああ、学校で言ったら笑いもんだ。だってオタクは犯罪予備軍だからな。そっか、それで。だから俺は隠してた。だけどもう隠さなくていいんだ。俺は好きなものに正直でいたい。アニメも漫画もトレカも全部だ。だってそれが俺なんだから。俺にもう一度楽しみを与えてくれたんだから。そっか。それにさ、俺に大切なこと教えてくれたやつもいたしよ。誰に教わったんだ？明美さんとか？わからねえならいいさ。え？じゃあ行こうぜ立花。俺たちは俺たちのなすべきことをしにさ。あ、おい、ヤマト！覚醒の時は近いか。パソコンを強化しろっち。オイラを守り抜くため。そういえば、あの店もなくなっちまったな。ここがどうかしたのか？ここは昔、普通の喫茶店が入っててな。たまに、マリと来たりしてたんだよ。おデートですね。久しぶりに、あの頃みたいなコーヒーが飲みたいね。コーヒーならどこだって飲めるだろ。俺が飲みたいのは、うまいコーヒーだ。だったら俺が案内してやるよ。どこへだ？だったらまずは裏通りのメイディアーズだ。レイジ、着いたぞ。お前、本気かよ。ここメイド喫茶じゃねえか。萌え、説明してやってくれ。かしこまりました。当店の自慢のコーヒーはですね、実はグアテマラからの直輸入豆を焙煎しているのです。グループ企業が現地で農園を経営しておりまして、常に一定の品質を保っているんですよ。それもですね、なんと標高1350メートル以上のハードビーンなんです。程よい甘みがあり、とっても飲みやすく、お口当たりも素晴らしいんです。ほら、すごいだろ。すごそうなのは分かったけど、お前いまいち理解してねえだろ。でもですね、インスタントでは味わえない香りや味を存分に味わうことができますよ。確かにうまそうだな。ぜひ、いかがですか？マリーナ、ジョーちゃん。今の俺が求めてるのは、そういうんじゃねえんだ。あらら、それは残念です。飲みたくなったらいつでもいらしてくださいね。ああ、俺は行きたかったな。でも、
レイジさんが飲みたいコーヒーって一体どういうものなんでしょうか。だからあの頃のうまいコーヒーだって。あ、わかった。わあ、本当ですか。あの頃って言ったらあそこしかないな。よし、駅前広場のあそこだ。朝日、これは一体どういうことだ。あの頃お前も見てたろ、機動武士ダンダムを。だからあの頃って言ったらダンダムカフェのコーヒーだと思ってさ。あ、アバウトすぎます。そういう話じゃねえんだよ。あれ、違ったのか。ここなかなか楽しいんだけどな。店の中で懐かしい映像流れてたりさ、居心地もいいぞ。コーヒーもうまいはず。居心地っていうのは場所の問題じゃねえんだよ。え、どういうことだ。少しは自分で考えろって。朝日さん、まあまあ。よし、わかった。こうなったら秋葉の喫茶店を制覇してやる。本気でしょうか。ああ、もちろん。絶対にレイジを満足させてやるよ。それ、俺も付き合わされんのか。はい、ご苦労さん。くそ、ここもダメか。次はどちらへ行きましょう。いや、ここがもう最後だ。俺が知ってるコーヒーの店は全部回った。俺は結局、レイジを満足させられなかった。何もできなかったんだ。俺には力がない。俺は無力だ。どうすることもできなかったんだ。朝日さん。だから言ったろ、あの頃みたいなうまいコーヒーだって。いつなんだよ、あの頃って。レイジさん、もしかしてそれって管理局時代ですか。ああ、それがどうした。ふむふむ、やっぱりです。リピョン、どうしたんだ。ズバリ理由は分かっちゃいました。え、きっとレイジさんが求めているのは誰かと一緒に飲むコーヒーですよね。おお、よく分かったな。なんだ、そういうことかよ。お前未練タラタラじゃねえか。そういうんじゃねえよ。俺が飲みたいのはあの頃のコーヒーだ。もう二度と飲むことのできないやつさ。あの居心地ももう二度と感じることはできないんだな。レイジ、リュウ、レイジさんに質問してもいいでしょうか。どうした。レイジさんってマリさんとどんなデートをされていたのでしょうか。どんなって、普通だよ。映画見たり飯食ったり水族館行ったり。ふわ、普通のデートです。それがどうかしたか。マリさんのような大人の女性はどのようなデートがお好みなのか興味がありまして。なんだ、そういうことか。映画に水族館って、やってることガキのデートみたいじゃん。ああ、ヤマト。いいか、何歳になったってな、楽しいと思うことは大して変わんねえんだよ。それがわかんねえようじゃ、お前もまだまだガキのまんまだな。ああ、んだと。ヤマト、何しに来たんだよ。